こんにちは、中までたっぷりちはやです。100人マリオチャレンジラスト、一気に6コースいけるかな。ビッグボス3。ああ、そういうことか。まずは耐えなきゃいけないのか。どこかに来るかわかんねえからな。難しいっすね。来い。ああ、惜しいな。でも4マスになったからだいぶ楽かも。クッパって下には履けなかったよね。ちょっとずれてんな。あのファイヤー取りたいよね。取れるかな。ちょっとずつずれんのは飛行船乗ってるかなのかな。でもクッパがただ仕事しないだけか。うお、なんかいっぱい来た。いっぱい来たじゃなくてすごい距離来た。これはクッパがあそこにいるのか。とりあえずここ降りれそうだね。あぶね。よし、ファイヤー取れた。これでだいぶ楽になるかな。とりあえずこいつ倒そうか。そこにいてくれたら多分攻撃当たるぞ。オーケー、背後から倒していくスタイル。厄介だね。あ、厄介じゃなさそうなところがあるのか。あ、いや、結局か。クッパが倒してくれ、壊してくれただけか。あぶね、あぶね。ほっ。やべやべ。やべやべ。はい。はい。ほい。あ、やべ、食らった。オッケー。苛烈だな、ほんとに。クッパの攻撃が苛烈。あー、食らったか、早くも。おお、でっかいから3マス壊してくれんのか。そうか、倒しちゃダメだったんだな。よかった、気づいて。カモーン。カモーン。やべ。うわ、そっちになっちゃったか。ヘイカモン。あー、デカクッパファイヤーはちゃんとあれするんだね。よし、でも今度はいけそう。ブロックも投下してくるのか。カモン。ふー、オッケー。下に行ってくれましたね。で、このクッパをちょっと右に寄せて、多分下にファイヤーがあるんで、これを取ればオッケー。やっと倒せる。食らってた。やばいやばい。やばいやばいやばい。おら。オッケー。さあ、第2戦終了。おぶねあぶねあぶね。こいつは倒しても良さそうだね。おら。いやー、食らっちまった。倒して。ちげえ、これ倒すんじゃねえんだ。いや、倒すのか。倒しても倒さなくても、うお、ざん、すげえ。お前、そんな動きすんのか。初めて見た。めちゃめちゃ機動力のあるカメだな。このカメ、ついてくるスタイルなのかよ。やべえ。よいしょ、はい。はい。あ、届かねえ。あ、チャンスなのに。おわ、仕事させてくる。仕事してくるな。仕事してくるな、あの亀。クッパがすっごい敏捷性が高いんだけど、こんな敏捷性の高いクッパは、エンディングで使ってる時のクッパ以来だな。オッケー。よし、まずは1コースクリア。ステージ12参りましょう。初見殺し。初見殺しか。K
気をてらったゴールだろうね、きっとね。あ、でもキノコはくれるんですね。とりあえず左の隠しはなさそうですね。初見殺しにしては孔明とかもないし、謎い感じですけど。ぴょん。あー、初見殺しだな、確かにな。じゃあ3番目行ってみようか。ふざけんな。これ。はいはいはい。全部使わなきゃダメなのかな？そういうわけでも？あー、今のは絶対乗ってかなきゃいけなかったやつか。いや、意外と大丈夫。コメがどこにあってもおかしくないんだよな。なんとかなっちゃってますね。あー、届くね。あー、これこそ。コメないのか。逆になんか不安になってくるな、コメがなくて。これで、これ乗って、ゴール。な、初見殺し？ん？どういうこっちゃ？さて、参りましょう。攻撃。アサルト。あぶねえ、キラー出されてたし、出たー。特攻マリオグー。ツッコめ。ツッコミ。よーし。14参りましょう。順調順調。でも結構気は取られてるな。バウザーアルティメットパズル。あ、この人あれだ。いいねランキング一時期、あれしてた人だ。折檻してた人だ。どっかにあれか、Pのあれがあったんだ。上に。上か？ボムヘちゃんが運ばれてきますね。あ、そっか。で、右に戻った時にここが爆発されて先に行けるんだ。一個上のマス届くんだ。ん？なんかあった。あー、パウ？お、はい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 、なるほどね。入りまして、先に進めるってことだったんですね。ドスンかなんかで発動するタイプかと思ったら、やべ、危ねえ。ファイヤー、下に降りろと。はい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 。うううう、ドスンパイセン、こんにちは。オッケー、これで入れると。サーダーサーダーサーダーマサシー。あー、難しい。オッケー。でこの P が切れたら下にずーっと落ちる。いや違う、右に来た。うん、上に上がる。そしてついでに中間、ありがとう。ここで壊して、下に落として、壊してくれない。 OK、 ドアに入ります。おう、ギリギリ入れる。こっち？じゃあ戻るのか。つながってる、つながってる。 OK、 隠しの土管はないですね、どっちもね。え、なんかあるのかな。いやー、なんもなさそうですね。これは果たして何の意味があったんだろう、気になるな。きっと何か意味があるんだろうな。上に行きたいのか。何かをしないといけないんだね。 P スイッチでも押せば
向きが変わるんだろうな。さだ、さだまさし。ここまで間に、あ、でもあれだったもんな。あ、P 出てきた。なんだよ、出てくるんかい。え？What？ これは出てくるから、で、持って、これ持っていって、ここで踏んで、変えて、上に行けば多分入れるのか。ほら、やったぜ。また中間が。ファイヤー。ということは、クッパ戦か？ですね。早くも食らう。ファイヤー取りに行く。のこのこが厄介だな。やべやべ、食らいすぎだ。落ち着いてー。いやいやいや、食らいすぎだわ。別に倒さなくてもゴールできそうだけども、ここは倒しておきましょう。ここまで苦戦させられたらさすがにやらざるを得ない。オッケー、よし。なんかあるんだろう。入ってみましょう。さだまさし。え、やり直し？嘘だろ。オッケー、お疲れ。もう早い。そうか、これはダメだな。この辺やんないと。ああ、なるほど、だから壊れなかったんだ、スピンでも。なるほどね。じゃあやっぱクッパ倒さなきゃダメだったんだ。そのためのノコノコだったんだね。うおっ、うわっ、すげえ、そんなクッパのファイヤーの吐き方あんの？